信州カーフェスタにお越しの皆様、こんにちは。スバルスターズの須山里奈と伊藤由里です。これからスバルブースの魅力をお伝えしていきます。よろしくお願いいたします。早速ですが、須山さん、スバルブースには6台展示されていますが、どの車をご紹介しますか？はい、今回は一押しの2台を中心にご紹介していきます。1台目はこちら、スバルビジブパフォーマンスコンセプトです。そして2台目はあちらにありますスバル BRZ GT300 のレプリカです。なかなか聞かない車の名前ですが、どんな車なんでしょうか？はい、まずはビジブパフォーマンスコンセプトからご紹介していきます。スバルビジブシリーズはスバルがお客様にお届けする安心で楽しい車作りの将来ビジョンを具現化したコンセプトシリーズです。2017年の東京モーターショーに展示されていたコンセプトカーですよね。はい、そうです。ビジブとはどういう意味なんでしょうか？はい、ビジブというのはビジョン・フォー・イノベーションを語源とする造語であり、革新のための未来像という意味が込められています。なるほど。そういえば歴代のビジブは SUV タイプでしたよね。それに比べて今回のパフォーマンスコンセプトは未来のスポーツカーのような雰囲気が漂っていてかっこいいですよね。そうですよね。スバルビジブパフォーマンスコンセプトはビジブシリーズで初めてセダンボディを採用した車なんです。ベースとなるのはスバルの優れた走行性能や液乱車種や水平対向エンジンを核とした新メトリカル AWD です。これらをイメージソースとし、将来にわたって引き続きスバルが追求していく走る楽しさをスポーツセダンとして表現しました。そうなんですね。よく見るとアイサイトのカメラのようなものが装着されていますよね。スポーツカーでありながら安全装備も搭載されているのですか？はい、そうなんです。この車に搭載されている進化型アイサイトと各種機能を組み合わせた高度運転支援技術は今後の自動運転技術の普及を見据えたものなんです。これを運転を楽しみたくなるスポーツセダンに搭載することで、スバルらしい安心で楽しいドライビングの世界観を提示しています。なるほど。走りも安全性能も未来を見据えた車ということですね。はい、それではデザインにはどのようなことが現れているのですか？はい、デザインにはスバルならではの走る楽しさが表現されています。土台となっているのはドライバースターとしてのスバルを定義したレガシー、世界ラリー選手権を席巻したインプレッサ、現在も世界中のレースで活躍する WRX といったこれまでのスバルの走りを象徴するモデルたちです。これに加えて現在のスバルに共通するデザインフィロソフィー、ダイナミック&ソリッドの考え方も取り入れることで、走りの楽しい次世代スポーツセダンとして表現しました。また低重心で前進感のある硬質なボディと躍動感を持って張り出すフェンダーの造形、ボディ各所に採用したカーボンパーツ、リアバンパーから大胆に覗くエキゾーストパイプなどにより走りのパフォーマンスを強調しております。そうなんですか。今までのスバルデザインと新しいデザインフィロソフィーが融合されているのですね。はい、車をよく見るとグリルとヘッドランプが個性的ですが、こちらは何を表現しているのですか？はい、こちらのフロントグリルとフォークアイヘッドランプ、一体感を持って立体的に構築することによって水平対向エンジンを表現しているんです。さらにボ
リーの四隅に配した力強いフェンダーはシンメトリカル AWD の信頼感も表現しています。このようにスバルアイデンティティの一部であるパワートレインを従来のコンセプトカーや量産車と一貫性を持ったデザインとして具現化しております。なるほど、スバルのエンジンや足回りの強みをデザインとして表現したということですね。そうですね、はい、では次は気になるあちらの車の方へ移動してみましょう、はい、では皆さんも一緒に移動してみましょう。さてこちらのもう1台の車はレースカーに見えますが、こちらどういった車なのでしょうか。はい、こちらの車両は国内最高峰のモータースポーツカテゴリースーパー GT へ参戦しているスバル BRZ GT300 のレプリカです。 BRZ GT300 の最大の武器は重心の低さ、そしてパッケージングを武器としたパッケージングの良さを生かしたコーナリング性能とブレーキなんですよ。こちらもかっこいい車ですよね。そういった武器で300クラスを戦っているのですね。ライバルと比べて何が違うのですか。はい、BRZ GT300 が参戦しているのは実はライバル車のほとんどが 4000cc 以上の大排気量エンジンを搭載しているクラスなんです。そんな中 BRZ は WRX STI に搭載される EJ20 をベースとした 1994cc の水平対向4気筒ターボエンジンを搭載しております。これはあくまでもスバルは量産車とのつながりを重視しているためです。サーキットを走る BRZ の DNA がしっかりと現行車に受け継がれてますよね、はい、サーキットで走る BRZ を見ると誇らしく思います。そんなスバル BRZ ですがスーパー GT での成績はどういったものだったんでしょうか。はい、昨年2017年はライバルに立ち向かいましたが結果については残念ながら思うようなものにはならず、第3戦のオートポリスでは2位で表彰台に上がったもののシーズン序盤からトラブルが重なり、その後はリタイアが続くなど不完全燃焼の1年でした。あー、悔しい1年でしたね。今年はいかがですか。はい、今年2018年はエンジンの燃焼効率の改善、空力特性、ブレーキ熱容量の向上、タイヤ設置効率の改良などを施し挑んでおります。ドライバーは昨年に引き続き井口拓人選手と山内秀樹選手の2名でリベンジを狙います。第1戦は18位、第2戦はリタイアという苦しいスタートでしたが、第3戦では3位と表彰台に乗ることができました。次回は6月30日土曜日から7月1日日曜日、第4戦タイです。なるほど、今後の GT300 そしてスバルの活躍見逃せないですね。そうですね、少し話は変わりますが今年の夏には国内で新型フォレスターの発売も予定されております。先行予約が5月18日金曜日よりスタートしているんですよ。詳しくはスバルブースまたはお近くのスバルディーラーまでお問い合わせください。皆様のご来場をお待ちしております。それでは引き続き信州カーフェスタを楽しみください。ありがとうございました。